はい、細道のエントリーカウンターで受け付けておりますので、お時間がある方はぜひぜひエントリーのほどよろしくお願いいたします。Let's go.
Arena. Round one, fight! Fight!
Round 1, fight!
Round
Ah!
始まりました。ああ、うんうん。お疲れ様です。はい、始まりました。はい、第141回式の音です。マイクは今日は大地さんとセルテープさんが持っております。はい。よろしくお願いします。マイク大丈夫？音大丈夫？さあ、いいコンボが入って、ここに中継は当たらなかったので、ピオリまでは行ってないが、わからない体力まで来たが、最後はいい台足が当たって、カワシムが1勝目。カワシムさん、青パンっすね。そうですね。カワシム、色にこだわりがあるのかな。いや、時々ないですよね、この人。はい。まあ、サブキャラはなんか結構ね、こだわりの色がない人もいます。いや、でも黄色のイメージありましたけどね。今日はなぜか青。7色のザンギを使いこなせる可能性も。おっと、ピオル。これはお亡くなりです。終了。2人目がドカタさんですね。さあ、さあ永遠のやる気でドカタ。さあ一皮抜けたという評判ですが、でも相手はザンギ戦でございますですね。元メインキャラのザンギ、さあ昇竜出るんですが、あの距離ザンギエフの技、おっと、あれは上り中段なんですか。そうですね、中段です。あれしゃがみにもちゃんと当たるやつ。当たりますね、今の技。キャラ弦とかそんな感じですか。いや、ほぼ全キャラ。確かキャミとかがちょっと難しかったような気がするんですよ。なるほどね。はい、あんな見えるわけないです。そうですね、完全にダメですね。ガードしたら昇竜とかだいぶ張ってるわけ。そうですね、落ちてくるんでそこはお釣りが入るんですが。なるほど。ザンギは、まあ、ガード、下段、上段の、あ、中段の3択にあるわけですね。さあ、あの飛びから、はめて、残ったか。まだゲームができるのか？できなかった。さあ、終わってしまった。さあ、次はセルテープさんですね。セルテープさん、1キャラ目誰だったかな？バイソンですね。これは、一周目カーシム運送か。そうはさせないと言っても選んだキャラ、それじゃない、それじゃない。カーシムさん、そっちじゃない。ボクサーの方です。さあ、ボクサーとプロレスラー。さあ、まずは殴り合いと蹴り合いに発展しておりますが、面白いね、技を当てるのは。さあ、うまいぞ。さあ、1ラウンド目はだいぶ圧勝気味で取っていきました。さあ、寄せ付けないようにするんだが、その行動、あっと、ここで投げを通して、さあ、見ていた飛びから、さあ、ここはして、投げているのはバイソン。ダブルアイディね。なんとか処理すれば。さあ、対抗もしっかり出る。さあ、こっから。マジカリ、どうする、どうする。さあ、あーっと、ここはしっかりだわ。さあ、エクスパー。さあ、こっからはバイソンが無双する流れになるのか。次が、エクスパー。エクスパー吐くディオン中島ですから。その後は、竜、フェイロン、ケン。あったんだ。ホンダだったから、最後。めくった、ダイゴスチューパン。さあ、エクスパーのワールドに。
惑わされてしまうのか、それともここは大吉しめくり立つ巻き、ジンク出してねえから当たってるんだよ出してないから当たってるんですよ。さあ開幕から突っ込んできたが内場所を受け何とかしてきたヘッドで高め、そして大勝利はちょっと安いぞだがバイソンが強いから何とかなっている。ガーチから潰して三段竜巻で突っ込んでたところを冷静に投げと。開幕が大事。さあオアーから投げて1位を表上から、あークレイジー使ったところに波動拳ガード間に合っている。さあまたしてもゲーさあ第5スから、さあシンクはヘッド上から投げて勝利は潰したか、潰していくさあセロテープ強いぞ。でハク、ハクさん、ハクフェイロンですね。あれ S だっけ、間違えた。なるほど、ステージまで変更されてすごいことになりましたはい、はい、分かってらっしゃるできてないね。さあ、X 得意のあれですね。ガチャガチャやったら S キャラになっちゃうってやつですね。レバーだけやったらならないんですよ、確か。いや、結構キャラ決めてからレバーのチェックする人とかいますからね。で、そのノリで、こう、ボタンをガチャガチャやったら、ありますからね。さあ、ここ、投げ、何回してたんですか？さあ、オアーから、さあ、ヘッドでしっかりとレッグ抜けて、ダイヤシー、さあ支援置いてある上から、ダーツ投げられないから劣化剣、劣化剣、ここから劣化神剣。最終段若干怪しかった気もするが、あれは何もできなかったのか。開幕アッパー渡っていた、レックレック投げているのはバイソン、裏回り見えてる、中足中足キーパーからヘッドで中段を返す。さあ画面端地獄、投げようとこすって、さあ投げ返しのセロテープなのか今日は投げ返しのセロテープになってしまうのか。さあグランドがものすごい当たる、ストレートも思いっきり当たる、投げ返している、ここは投げ返すじゃあ次 D4 さん、 D4 さんお願いします。今両替中ですね。さあ久しぶりの登場ですね。お仕事が忙しかったんでしょうか。さあセロテープ無双どこまで行くのか。ここで登場するのは D4 の剣、ヘッドはしっかり様子見ている。ダイヤスから上から差して下げているが、投げているのはなぜかバイソン、勝利置いてあるが中パンチめくり立つ巻き、波動拳当たっている、こかされて上から膝から投げ返し、投げてスーパーオアート、いい遅らせでしたね。ハード剣、ハード剣、ああいう打ちながらダメージが絶対的なバイソン、すごい強いぞ。投げ落として、さあここは上見えている、中パンチ置いてある。皆さんこれで4ですかね。さあ中島さんお願いします。さあここでステージが剣ですか。これはセロテープ無双本当にあるぞ。
本当に本当にあるぞ。勝利権返していく。さあダメージはほぼ一緒。さあ早いステージになったので、これは対応するのも一苦労だな。地獄風車続き置いてあるが、ここは釣られない。夏目が怖いですからね。飛び通らない。上から壊しレッパー。投げ返しだけで飯を食おうとして、あーっと飛びしっかりリバーサルの大昇竜終わって、さあ大力的には今バイソンだが、この組み合わせ一瞬で体力が溶ける。あーっ昇竜置いてあるドアから、さあ上、あ、合わせていった左足から竜巻中足、あークレイジーはどこへ、カード間に合う。ドアからさあ投げようとしたが、ここはこすっていて、上がったのは中島さん。じゃあヒロポンさんかな。ヒロポンさんかな。さあ今日はダルシムがいないので、このままダルシムステージ続行です。さあ早いステージのままどう立ち回っていくか。さあ渡してもケンバイソン。さあ短波からフォア当てて、フォア歩き出てるんでね、大足上から大足波動拳、距離を離していくが、やはり如意棒は強い、強すぎる。わーい、そこはもう返した。ダメージがすごい。ペットはうまく抜けている。壊しに膝から上から壊し壊し、大足出さないのはクレイジーを警戒。ガッと玉にはしっかり飛んでいる。さあまず相打ちだからダメージがでけえぞ。さあドキマヘッドで稼が歩いて、膝上から膝壊しから打撃タク昇竜拳で暴れていく。さあラウンド3、まあ、中パンチで今如意棒を潰しましたよ、すごいな。さあ小足から投げていく、またしても小足勝利。さあ一文字パーフェクト勝利。でドカタさんかな。龍拳対決、波動拳飛んでるが、さあなんとか助かった。助かったぞ、今ゲームが終わっていた可能性があるぞ。さあ今度はこちらも飛ぶ。審判から大足波動拳、波動拳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 。頭の打ち合いは拳側がなぜか勝っているぞ。玉に対して飛びたいオーラが強いですね。さあ飛び通っているが、壊し勝利。竜巻が強い。ここは進行を浮かつにならない。上として波動拳、真空はレッパーは大足。昇竜拳で落として、さあこちらも昇竜拳で返してくるがダメージが全然違え。さあ昇竜拳打撃企画、ダイヤシャドウを遅らせているのがなかなかテクニカルな感じがするぞ。さあ一文字ダイヤシファイヤーでこかして、一文字から波動拳波動拳波動拳で打ち合い。さあどちらか、さあ打ち勝っていったのは剣側、波動拳こかしためくり立つ巻き投げ落として受け身がない。中足ラウンド3、最後の波動拳ファイヤー、だがしゃがみ大パンチ。さあ野草が出てしまったか。さあ球の打ち合い、なぜか勝っているのはキング側だ。飛び落とせなかった、これは痛いぞ。波動拳から波動拳、球の打ち合い、飛びから壊し大足波動拳。画面端から抜け出したい龍河だが、剣側がそれを許さない。大足波動拳は飛んで
潮流は大しかくらない。あのけファイヤーこかしてワンチャンス投げたさあ川島さんですね。川島さん剣ですね。色で勝つ、これは、うん、色強いな今日の川島さんは青ですね、本当に寒色系の色ですかね。さあ、対空の勝利をしっかり出る。これを、さあ、球に合わせていく。波動拳の打ち合い、波動拳、波動拳、昇竜拳しっかり待っている。中盤から波動拳、上から中足はちょっと動かなかったが、画面走りながら画面勝負に戻って、さあ立ち回り勝負。昇竜拳、画面端、中足ハードを繋がらない。波動拳、波動拳は勝利で勝つ。真空を着地に置いている。今のはとっさに出すのは難しいですね。ハードの打ち合い、さあ打ち勝っていったのは龍河。だが画面越し追い込まれてるのも龍河。さあ剣側はこの位置を大事にしたい。さあ勝利つった。そして膝から裏回り見えるわけねえあんなのまず一問だったが、さあ中足は絡めてしまう。そこに波動拳一発と。さあ飛びが通って、飛びが通っているが、さあこれは暗い投げになった。安尾どかた安尾が出てきているが大丈夫か。さあ対空落としている。投げ返して、昇竜の中足波動、波動拳は垂直真空ガードして、さあ全部ガードされている。さあこれは分かんなくなってまいりました。昇竜中足波動ガードしている。波動拳、波動拳打ち勝った。じゃあ次はエクスパーかな。めっちゃ嬉しそう。さあこれはいつぐらいの覚醒度方なのか。さあ竜同キャラ、茶色い竜がドカドカ竜、オレンジの道着がエクスパー竜でございます。油を塗っていや、安尾が出ているぞ。さあ今日の土方は安尾なのか、覚醒土方なんだけど安尾投げている。受け身がない。加藤健飛びはしっかり大パンチ、真空重ねてここは削り切った。やはり安尾の部分が響いてますねさああと1回と言えず2回勝ってほしいんですが本当に君は一体何を言っているんだという。さあ昇竜拳、さあ投げ受け身、飛び取っている。飛びから大足、ここは幅は出さなかった。さあ画面端追い込んでいい位置につけているが、昇竜拳着地に置いてある。シンク、クジット、波動拳、さあ今度は1塁が出るが、こちらも上は出る。投げて受け身がない。竜巻旋風客渡せない。では白さんですね。やはり安かったかさあさあ激安の殿堂ドンキホーテとなってしまうのか。ドンキホーテ土方嫌ですね。さあ試合の方に行きましょう。パクキャミー対エクスパリュー。このゲーセンではもう大名詞のような対戦ですね。画面端で打撃を使ったトリガーも飛び隠れない。ちょっとやはりキャミーの飛びは高すぎるのでこういうところが難しい。中足を中足で差し返す。さあ地上戦がうますぎるぞ。
大ボスの手がかりを中足で潰していく。中足の振り方がうまい。そして固まったところにフーリガン。ゲームメイクがお上手。開幕飛びが隠らない。さあ大足からめくり立つから波動拳重ねて、波動拳波動拳。さあ鳥かご中パンで対空ラフ中パン。さあ落としているが体力差がひどい。ここからどう巻き返すのか。夏枠旋風脚で暴れていく。いきます。画面端、あっちまで横んでいったが、あとは竜巻でスパイラルアローを抜けて投げている。そして一塁ガイディングがうまく飛び合わせて画面中央へ。スパイラルアロー、さあ中足投げて受け身がない。さあここでスピンドライブスマッシャー。さあ飛びが通って勝ったのはハッキャミD4 さん。2キャラ目はホーク。さあこれは大変な組み合わせですが、なんとかチャンスをつかみ取りたい。フーリガン通してまずランとっていっているのはハッキャミ。これは中足、中足がやはり面倒くさそうだ。投げて受け身は取っているが、さあスワーッとここでワンチャンスが来たのか。届かない。繋がって上からここは削り切った形か。勝ったのはハッキャミ。じゃセロ様ですかね。さあセロテープさん、2キャラ目はザンギエフ。さあ今日は緑色ですね。さあまずこかして、ただここはキャノンスパイクで返していく。中足の先端当たるか当たらないかぐらいでそろそろ動いていく。ハッキャミに対してなんとかそれを返した。とっとっと当たるんだ。フーリガン、さあ確定がないのでフリフォーダイ。目の前ちょっとヒヤッとしたが、中足中足中足。ラウンド2、タッチキックを軸に立ち回って、さあーっとピオラステとどめの一撃。さあ通常投げ。ただブレインバスターだったかな。確かにプロレス技はあまり詳しくないので。画面端で体力半分、これはきついぞザンギエフ。なんか少しずつダメージ取れている。でこかしてワンチャンス来て、ここで逆転。ここでキャミーが攻めなくなっ、あーった大変。スピンドライブスマッシャーで削り切った。で中島さんですね。中島さん2キャラ目が何だったかな。ホンダ。ホンダ。そうですね。さあホンダが出てきたぞ。さあドスコイと続くから、さあ今までちょっとキャラ的には
やりやすい相手が多かった白髪だが、ここに来て最大の試練がやってきた。ロスコイ、ロスコイとうまく体力は取っているんだが、さあ上からロスコイを潰していく。ロスコイ中足、ここでスパリアルをめくりからしっかりつなぐ。さあラウンド2開幕。さあ岡間からさあめくりロスコイ飛びから桜井投げ、伸ばし回避はノンストライク、スパイクか。さあ100回抜けてキャノンスパリアル当たる、届かない、投げ受け身取って頭突きやつやっぱり強え。ロスコイさあどうする、さあお互いじゃあ強すぎる、小足の使い方がうまかった。さあラグスリー、さあ開幕頭突き当たって、頭突き当たっていく、一発一発がでかすぎるぞ。さあ焦がしてワンチャンス来ない。そしたらスペレラロー百裂張り手をこすっていた。さあホンダに対してバイソンですけど、張り手、頭突きでもう半分、そしてピューラステ、ベーン、ドンと、ロッタンチョップ当たんない、張り手を置いて、コパンを置いて、あもうホンダはもう絶対攻めない、張り手が置いてある。サロン2、コパン置いて、フォアから、頭突き、グランド。目の前に張り手、怖すぎる。100貫で返して、投げ返して、怖い、チレ返って、というか、ここで暴れていく。どうしてこうやってパンツをして突き当たってしまう。ここから、詐欺から、ここは歩きの鬼無双。次が川島なんですね。さあ、剣、ホンダ。もっと踏んじまった。さあ、ここは竜巻で位置を振り返って、さあ、ここはして、波動拳から波動拳。さあ、めくり、ここはピオラステ。さあ、コンボが高い。そして、昇竜レッパー。1位がセロさんのバイソンですね。はい、2位が、パク君のキャミーです。またあのルールでやるんですか、クライマックスでやるんですか。3位はですね、3位4人いますよ。だって、中島さんの2キャラと、川島さんと、岡田さんが。はい。まあ、じゃあ、あの主催がいいって言うんだったら、どっちなんですか。
さあクライマックスリーグ開始でございますね。まず三つどもえの戦いが始まって、そっからこう川島さんのザンギとドカドさんの竜と中島さんの剣本能ですね。中島さんがどんなキャラを使うか。これは何でもない CB 戦ですから。そこはあの西村特殊点とかつまってる。それでもダメなら残念ですよ。どうすん、そこは主催のセルさんが決めることでございますよ。トレモですらコンボ安そうになっているどう、え、本番が一番安いじゃねえかよお前よさあ波動拳ザンギ、ザンギ竜はザンギ有利なので何とかしたいところだが、ドカタ竜はザンギ戦結構うまい印象があるので、タンクしっかり出るのと踏み込みが鋭いんですよね。さあ言うてそばからタイク出なかったのね、ご愛嬌でございます。さあ波動拳、さあその位置の波動拳は割と安全な波動拳で、中足波動拳タイクになってくると真空にはダブラリを合わせていく。様子を見ていったのは多分竜巻とか昇竜警戒かな。対空の選択肢だいぶうまいんだが、まあ、やってくれず、さあ透かしてスクリ、勝ったのは川島さん。じゃあここで出てくるは、さあザンギホンダはホンダですね。プロレスと相撲は相撲有利、スト2の世界では相撲有利でございます。なんかやりようはある、やりようはあるんだがとてもつらいくるくる回るのと割り手をいっぱい、そしてガーッと頭突きで削っていったか、それとも当たったか。さあまずドスコイから、上からドスコイ。さあザンギエフがきつそうだ。ぐるぐる回る、大足回してこの位置、大足、大足。さあ今度はガードした、読み勝った、最後の最後で読み勝った形。飛びから、さあここで頭突き、今更アタック出ている。さあ打ち、どうなるの、どうなるんだ、当たらない。ここは当てなかった、勝ったのは中島。
さあここでドカタ竜竜ホンダはホンダ有利ラウンド1ファイト。さあ張り手百貫さあどっちだ。そして大いちょう張り手を重ねて飛び、さあおかまでこかして投げていく土俵際上手投げ昇竜拳しっかり上から波動拳、さあ昇竜拳波動拳波動拳波動拳、さあこの位置本田つきそうだが、さあここで頭突きから百貫中足波動拳波動拳波動拳の前に隙が当たる。さあ飛んでから空達で波動拳波動拳、さあ緩急をつけた波動拳どうなる。真空飛んでいるが反撃はない。波動拳削り切った。さあバウンド3どうなるんだ。波動拳打つ前が欲しい理由があったりして波動拳打たせたくない本田。波動拳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 、さあ波動拳だけで体力上がっていくぞ。これがニューホンダ止めが取ってどうすこい。波動拳波動拳、さあ引っかかって波動拳を止めて波動拳百貫大足波動拳波動拳波動 拳, 波動拳燃やして波動拳から波動拳波動拳、さあ踏ませた波動拳波動拳波動拳踏んだ。そして真空重ねて勝ったな。ドカタさあいい3組だ。とりあえずこれは得失点つけます。ラウンドの得失点つけます。キャラがね本当にこう3組になりすぎててやばいっつってラウンド1ファイト。そうリリースしたら終わるってことはここでドカタさん勝ったら終わり。中島さんの2周目はないと残念すぎるさあスクリュー入って、さあこうなると画面端、さあロープ際投げていくさあ本当に終わらないぞ。時間ももう10時を回ろうとしておりますスクリュー決めて波動拳関係ないと思いますよ本当に。左足からまあ今は e スポーツ大好きですから。さあスクリューまだ終わらない、あと1回ある。さあ近い位置でどうするんだ。サファイア当たってそのまま返して返して大足波動拳、さあ真空出なかったやつかどうするんだ。あめくりボディープレス。真空出ないでファイヤーが出てしまった。こんなところでもドカタ安男が出てしまいましたさあこれはあれ川島さん 2-0 でしたっけ。そう星数えなきゃダメでしょ2周目ぐらい得失点つけましょうや。さあダブラリ当たる前に破壊が当たってしまう。さあ飛びが取って、さあ2ターンからこかしてこかして若干若干スクリューパイルドライバー回していた。さあまずオカマから、さあここはフライスクリュー最近体力差をどすこい張り手ダブラリ張り手、さあ飛び通ってダブラリ繋がっている、めくりピオラスター出なーい今日はみんなドンキホーテさあクライスクリュー勝ったのはカシム
終わりました。でここでここで、まあ、川島さんとハクさんが一先が始まると。いやもうカーシムさん遊びすぎでしょ。さあ長い長い戦いを抜かれた先に居座るキャラクターはキャミ。さあブラジルでぶつかるこの両者。さあ冷静に立ち回る両者って感じですかね。有利とはいえやはり一度動かされると大変なことになってしまう。上はしっかり見えている。上足スパイラルアロー、安定のない位置からしっかり振っていく。さあ歩きがすごいぞ。中足、さあ内田が体力に勝っている。キャッチだ。これはスピンドライブスマッシャー。今投げのモーション見えた気がしましたけどね。よく回して終わりました。さあ飛びから、さあスカルちょっと早かったか。キャノンスパイクしっかり落として上からキャノンスパイク2段から、ここは深追いはしない。優位な状況を突き詰めていく。ここで焦がしてキャノンスパイク待っていた。上から引き寄らせて、さあ決着は運命の3ラウンド目。中足中足フーリガン通して、うおー吸った。今何を吸ったんだ。距離かそれとも技なのか。中足中キックとスパイラルアロー。さあ無理はしないハッキャミ。出なかった。さあこれからこっから始まってしまうのがスパイラルアロー。台足中足分かんなくなってまいりました。どっちだ。スーキック勝ったのはカーシム。え、それ一先じゃないの。いや俺は知らないですよ。あのルールは ルールは全部あの、あ、じゃあ三先だったらまだあるじゃないですか。あの、セロさん、ルールはしっかり自分で。ああ、そうか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 、ありましたね。その3位を決める戦いまでが長すぎましたね。さあ、ピオラスティーいく。さあ、めくりボディの恐怖がデルタレッドを襲います。キャノンスパイク打っていく。スパイラルアロー、センターフーリガンコンビネーション。フーリガン通して上から、ここはダブルで潰してスピンドライブスマッシャー。もう2先にしたらいいんじゃないですか。あの次回以降2先、3先のホニャララみたいに。さあキャノンスパイク地獄、スパイラルアローもまずでいく。わからなかった。これはきついぞ。いやそこはもうハクさん全力応援しないとダメじゃないですか。さあラウンド1スパイラルアロー。さあフーリガン通して、さあここはグラインドパワーボムですね。スパイラルアロー。さあ立ち回り勝っているのはキャミガだが、ザンギには一発がある。さあ地上戦も制していく形だが、このワンミス
か。さあ、フライングパワーボム、キャノンスパイク。さあ、思わず叫んでしまったか、シム。さあ、飛び、ダブルで落として、上から、ダイヤシー、キャノンスパイクガード、フーリガンは、フータイク。スカーゴは、着地スクリュー。さあ、ラウンド3。キャノンスパイク。キャノンスパイク。それから、スパイラーラーロン。さあ、地上戦を制していく。神が上もしっかり落とす。これは残儀つらいぞ。あった、フードウォッチが出てった。これシキサボですよね。あそこもカッコンですよ。さあ、ダブラリー。さあ、スピンドライブ裏だが、かなり間に合う。スクリュー回していた。ラウンド2、さあ、リーチをかけるカーシム。からダブラリー、中足飛び。さあ、ここはキャノンスパイク、上からキャノンスパイク、中足。さあ、フリが落としてキャノンスパイク、ちょっとやりすぎたか、どっちかわかんないやつ。勝ったのはカーシム。さあ、ようやく決勝戦でございます。本当に、決勝戦2位ですよね。どうしたの？ワンピー。ワンピーで、さあ、セロさんは2回勝てば優勝でございます。さあ、早く座らないとザンギエフが死んじゃうぞ。さあ、頑張れよ。アメガも見ながら試合もこなして、さあ2回勝てばセロテープ優勝。さあ投げて、ここはしっかりとヘッドタイプ、上から投げているのはザンギエフ。さあ、ここはダブラリー、当たりに行っちゃったやつ。さあ、ヘッド返して、上からフォアから、うわー、コパンが強え。さあ、普段やられていること。さあ、飛びからスクリュー。さあ、タンパはダイヤシェイレスとして、さあ、コパンコパからつなげてダイヤシェイ壊して、ヘッド待っている、出なかったやつ。さあ、こっから逆転の目はあるのか。投げている。距離が近い。さあ、セロさん忙しいですね、ゲームをやって記録をつけてゲームをやって、アベマ TV を見て。さあ、2戦目でございますが、ここは飛びからスクリュー当てていく。飛びからスクリュー当てていく。
上から小足スクリュー、まだ来ている小足。いつもあなたがバイソン相手にやってることです。バイソン使いは何をやってるのかよく思い出しましょう。ここで失敗して、さあ5番連打、この位置と5番連打怖すぎるぞ。ボタンが押せない。そしてスクリュー飛ぶのなしって小学生じゃないんですから本当に。まるさあ終わっちまうのか、それともここから逆転するのか。さあ開幕フライングパワーボーム、一気に画面端、そしてコパンから飛び込み、そしてスクリュー飛び込み、スクリューはヘッドで返していく。さあよく溜めていた、どうするんだ。やはりサブキャラではきついか。サブキャラ同士の決勝でございますが、ガードしちゃうか。さあヘッドで返して、飛びからフォアからフォア、さあ少しずつ削っていく。さあここで当てて画面端に追い込んでいくわ、画面中に戻っていく。ダイヤシ焦がして、ここから飛び、ファイナルアトミックバーストー。優勝はカウシルさんです、おめでとうございます。じゃあセロさんとカウシルさんでアベバを見ながらお願いします。おかしいなぁ。倒したのがでかいですね。あれもし、はい、セロさんがあのハッキャミってやったらどうだったの。あ、もう 3-0 ですね。 3-0 でキャミだ。いや、でも何にもさせませんよ。さすがにね、キャミメイソンは確かに何とかしないと。いや、僕は逆にそれを考えるとハッキャミを守ってやる。そうですね、ほんとよかった。ありがとうございます。さっきはなんか、ね、はい、負けた一回勝ったんだけどな。ね、なんかすごい噛み合ってて、フォア食らい負けましたね。なんかね。ちょっとね、あれ残機ね、はい、前なんですよね、残機はね。確かに。前をちゃんと嫌な前にすれば、ダイソンカーがなんかやってきたりするんで。確かにな。あれもう。俺思ったのアッパーがなかった。なかったですね。もうちょいアッパーもやったらいいかな。そうですね。アッパーがあると。飛び通せなくなってダブルアニも適当に回らなくなるんで。確かにアッパーのプレッシャーですかね、足りないですね、はい、あとやっぱりなんかね、間が空くとどうしてもオア打っちゃうから、なんか置き台足もらうっていうオアゲージですよね。あ、ちょっと我慢させられるとね、打ちたいっつってまあまあまあ、ザンギバイソンもたまには逆もやってみると面白いかな。はい、あれ、スノさんはあれタッパー貯めれる、貯めながらやってる。いや、貯めてないっす。できねえ。いや、下段使いたいんで、なんか。ああ、そう。ザキにはむしろいらないのか、タッパー。コパン連打にでかいの入れておとなしくさせるみたいなのがあるから、貯める人は貯めてますね。ただそれ以外はあんまり、めり込んでも吸われるし、ダブラリムにも負けるしみたいな、あんまりいいところはない。抑えながらね、戦うのが本当難しくて、バイソンです、ね、投げ返しとかね、本当できないんですよね、抑えながら。そう、擦れないから、ビタ押ししかできなくなる。あれね、よくね、こう、つかみ返しとか上手い人はね、よくできるなって。ホンダ戦とかでターンパンチ溜めてるのに、頭突きをコパンで止められるとか、あれすごいですよね。ああ、コパンね、どうやって、そう、手のひらで抑えながら、コパン連打してるってのやばいでしょ。コパンを多分、人差し指と中指とかで触れるんですよね、こういう人は。それ用の食べ方があるんですかね。あ、まあ、あれですね、タッパーも人によってこうボタンの押さえ方が違う。なんか親指、薬指、小指で K を食べて、人差し指と中指でコパン連打するみたいな。それ式スタイルだよ。あ、式さんはそうやってるのか。なんか狐みたいなね、手の狐ちょっと可愛いですね。僕
他にもあのスピリタスさんとか、はい、すごい変わったお財布の親指の付け根だけで指が曲がってるやつですよね。そうあれちょっと気持ち悪い、申し訳ないですけど、ちょっと気持ち悪い、はい、いやなんかうーんっていう、いやいや、マイソン使い皆さんね、あの一番最初に悩むところだと思いますよ、タンパは。確かに、はい。あ、ちなみにですね、はいはい、あの全然関係ない話なんですけど、はい、なんか今アベマ TV つけると、はい、なんかニュートンで、ニュートンの松田さんが見られるっぽいですよ。チャンネルが分かんないですよ。アベマニュースか、アベマニュース10時ぐらいに出るって言ってたんで、なんかそれでさっきからちょっとつけっぱなしにしてるんですけど、 e スポーツ関連のニュースやってるんで、はい、そうですね、はい、ですね、X 絡みは今週末はそんな大きいイベントないんですけど、来週末にあれですね、深谷の対戦会2周年記念みたいなのが、はい、深谷ロボット2周年、日曜日ですか、土曜日ですね、土曜日、ノーモーションさんと、あと最近あのご結婚で噂になってるあの倉持さんいらっしゃる、あ、マジか、はい、ほんとそれ目当てだけでも、はい、1年前はここコラボしたんですけどね、あ、そうですね、ありましたね、そんなイベントで、あれから1年経って随分と色々と、変わった方もいらっしゃると思いますし、そうですね、観光があってもなかなかね、こう X を触れる場所っていうのが、ここ都内周辺は結構あるんですけど、はい、で県外出てしまうと、もう埼玉県とかなんか本当数少ない場所しかないし、千葉県も少ないでしょう、神奈川は割とあるのかな、うん、まあ、それもね、東京に比べたらかなり厳しい状況だと思います。間違えた、俺17日日曜日だ、日曜ですね、日曜日、すいません、日曜日、はい、日曜日、深谷ロボットでイベントがあります。で、確かあれですよね、川崎の、なんでしょう、空論場みたいなところ、あ、ウェアハウス、ウェアハウス、はい、あれもその辺まででしたね、営業が。あ、すごいですね、あんな建物がね、なくなっちゃうとか言って、いきなり、行ったことないんで、自分もないんですよね、なんかレトロゲーを結構置いてある、っぽいですね。こちらも足を伸ばす方、今週末、来週末に行かないともう行く機会がなくなっちゃう感じですね。どんどん行きますね、こういう系の、ここでできるかと、ね、はい、じゃあそろそろ、いろいろあれでしたけど、そうですね、ありがとうございました。というわけで第141回四季の細道、いろいろあったけど優勝は川島さんのザンギフでした。おめでとうございました。ありがとうございます。ではまた。Okay.
Now he wins!
ンファイト。ヨガ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 ヨyou
Thank you.
ー